桑名だとハマグリをしゃぶしゃぶで食べるんですよ。え、そうなんですか。お湯をぶつ沸かしていい、なんか嬉しいですね、品川のこのめちゃくちゃ多いですよね、駅前で、ね、いや、すごいやばいじゃん。社長もいらっしゃって。社長もいるの？本当だ。もうなんかもうやばいじゃん。ない。とんでもない。結構。ない人。いつもの雰囲気じゃないじゃん。店長も店長。店長も。店長も。はい。店長のかっこいいとこ、店長かっこいいからな、いつイケメンなの、イケメン取っといて、華麗な手さばきを、華麗な手さばき、はい、ありがとうございます。おー、しげきくん、でかい、よかった。社長が立ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。美味しかったです。ありがとうございます。はい。学生の時と、社会人の時、11年間東京に行って、当時も非常に大変なことになっていたんで、そういった意味では、今日こうやって桑名のコメントだったので、すごく嬉しいです。ありがとうございます。ちょっと今、桑名のコメントに今、値段がどんどん上がってきているので、店舗で、食べてもらって、もしかしたら、こう、また、店舗でしてみようとか、ね、繋がっていくと嬉しいなというふうに思っていて、ぜひよろしくお願いします。あと、今日はなんかいろいろグッズも、それで、グッズマットを買っていただくと。今、好評でもあと10個ぐらいして。あ、もうそうなんですか。そうですか。ぜひ、また、引き続き、販売目指して、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。あのふるさと納税、はい、購入させていただきました。 ありがとうございます。ハマグリそう、昨日買いました。すごい、月末に届く予定で。そうなんです。すごい楽しみに。多分桑名だとハマグリをしゃぶしゃぶで食べるんですよ。え、そうなんですか。で、結構こうお湯をぐっと沸かして、はい、昆布とか最初に入れといただしでハマグリを入れてパカッと開いたらそれ食べるっていうのが僕は一番美味しいと思うんで。いいこと聞きました。やってみようと思います。ありがとうございます。はい、なんか嬉しいですね、品川のこのめちゃくちゃ多いですよね、駅前で。いや、すごい。